はい、こんばんは、山城と申します。さあ、味噌版グランプリ第3回目のね、放送、あ、第4回目だね、放送になってると思いますけどね、今回はね、何をやっていこうかということでございますけどね、地元のあれですね、三印のお料理味噌、これやっていこうと思います。今までね、第1回で、仲間のつけてみとか、せっかけてみと、で、第2回で、一匹のね、献立いろいろ味噌ですね、のやつの、ピリ辛味とね、ノーマルと、もう2種類まとめてね、1回でやって、で、今回が、こちらですよってことですね、三印のお料理味噌ってことですね、今回はこれね、化学調味料無添加というね、グルテンフリーっていうことなんで、あれなんですね、グルテンのことは小麦使ってないんだ。へえ、すごいですね。っていう、ようなやつになってるらしいです。三印ってことなんで、これ三重県のね、桑名の、有名なお店屋さんでございますからね。さあ、どんな感じになっているのか、早速ね、遠くにかけて食べていきたいと思います。さあ、ってことでね、よいしょ。取ってきましょうか。よいしょ。この二人がいいのかな？なんてことね、いろいろと言いながらね、さあ、じゃあね、早速ね、豆腐も用意しますし、いつものごとく福井坂のね、第三種の、やつを買ってきてありますんで、このね、三種の味噌かけてみましょう。パックの感じとしては、一匹さんとかと同じような感じですね、キューブですけど、なんて言ったらいいな、マヨネーズみたいなものではなくて、こういった缶パックのようなものね、この辺りもね、まあでも仲間だけかな、あのタイプのやつって仲間、逆につけてみそ、かけてみそでしか見ない気もしますけど、実際にかけてみましょう。どんな感じかな、たたたたた、おお、あ、結構よいしょ、感じとしてはお味噌感強そうな感じですね。色合いとかもこんな感じ、見にくいな、だいぶ色は濃い気がする。さあ、どうでしょうか、実際食べてみましょうね。いただきます。さあ、味噌感強いですね。うまいうまい。いいですね。なるほどな。ごまとかも入ってるのかな。一応入ってるか。美味しいですね。これもなんて言ったらいいの。味噌感がだいぶ濃い気がしますね。やっぱ地元のお味噌と、ね、これも三重県のね、豆腐なんで、なんか、調和感が取れてるような気がしますね。うまいですよ。味噌の味自体が濃いめかな。前みたいに下につけなくてもね、追いかけをしなくても、なんか全然、どういうもんな。これは美味しいな。やっぱし、いいですね。生姜との相性も全然やっぱしバッチですね。味としては、辛みは少ない感じですね。もともと赤味噌自体がね、辛めの設定って言えば辛めなんですけど、ややマイルド感も感じますね。結構ほんと薄引きでも全然美味しく食べれるな。あ、でもせっかくなんでね。あ、白い面積もできてきたんでやりましょうか。追い味噌やりましょうか。まあ毎回ね、なんか追い味噌が一つの定番になってありますからね、いいですね。追い味噌だ。それでも本当にあんまり量かけなくて良さそうな感じですね。そして、しまい方もちょっと慣れてきます。気がする。
うまくくるんとやったれば、きれいに収まりますね。収まりもいい感じですね。よし。単に、最近毎回これ開けてるんで、そう。なんならあれなんですよね。ですから、食べダメというか、要は、開封して、次のやつをまた開封してって言って撮ってるんで、今、家の冷蔵庫が味噌まみれになっておりましてですね。そうそうそう。これもね、また早いところラウンド2とか開催してね、消化してかなきゃいけませんからね。そうそうそう。まあ、こんな味に撮ってますが、明日またね、ちょっと収録、撮影に来ますからね。明日も。まあ、今、行くところのね、今回は行くところがもうすでに分かってる状態なんで、道のりをね、チェックしてるんですけど、まあしんどい旅になりそうですね、今回は。いや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 、ただね、これもね、今年のうちにやっとかないといけないネタなんでね。多分この味噌ワングランプリの後に、の年末年始にね、放送になるんじゃないかなと思います。予定ではこれで、こいつがクリスマスに来るのかな、そっちが行くのかな。味噌の本数が増えたら、秋になりそうですからね。そう、ちなみに、しまった、置いてないと。この晩の味噌系でね、追加の商品もこの前買ってきたんですよ。スーパーいろいろメイク取ったら、丸さんの、よくね、豆乳飲んでる、私が豆乳飲んでる、丸さんの、万能味噌もあったんで、売ってたんで、ゲットしておきました。それもまたね、エキストラ参戦、まあまあ、追加で参戦という形でね、順次ね、また見つけ次第ね、どんどん、取り上げていきたいなと思っておりますんでね。よいしょ。もし商品情報とかございましたら、コメントとかで教えてもらったら、私、探してきますんでね。でもやっぱこの豆腐やっぱりしっかり詰まってますよね。こんな感じで持てますもんね、箸で。すごいですね。いくら木綿とはいえ、これだけ硬いのはやっぱしいいですね。豆腐好きにはたまらんですね。よいしょ。ということで、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、やっぱし、ちょっと 味付きの感じがやっぱ変わるんで、正直今回、やる前は、多分これぐらいから飽きてくるんだろうなと思ったんですけど、思った以上に飽きは来ないですね。シンプルですけど、やっぱし、ちょっとずつ味が変わるっていうのもあって、なんやかんや、まあ、食べやすい料理ですしね。手軽ですし、いいなということでですね。またね、とりあえず、まとめとしては、やっぱり、味噌感しっかりとあるなというのが感じますね。ですので、これにも出てますけど、大根とかですね、結構、味の薄いものに対しての、その、アプローチ、強い感じがしますね。美味しいですね。なんか、そんな、くどいわけでなく、しっかりとした味がある感じなんで、で、辛いっていう感じは、とかは少ないです。舌刺してくるような感じは少ない。マイルドなんですけど、でも味噌の味はしっかりとある感じがするんで、これもよく気にですね、いいですね。また、これもね、なんか、傾向としては、煮込み料理系なあれよりも、シンプルにかけていくときになんか強そうな感じがするかなっていう気もします。わかりません。ちょっと調理する系になったときもまたね、いい味出してきそうな気もしますね。いい感じですね。ということで、今回もおいしくいただきました。サンジュースさんでね、化学調味料無添加お料理味噌で、今回はいただきました。おいしくいただきました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。